はい、ラジオネーム白カラスさんからメッセージをいただきました。ゆりさん、ももかさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。前回のことの葉の音ネギラジコラボスペシャル、とっても楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ネギラジの庄司みずきさん、とても楽しい方ですね。いつも声だけのイムさんの姿を見ることもできたし、もちろん翌々週の後編も見させていただきました。これからもいろいろな企画で私たちを楽しませてくださいね。ありがとうございます。白カラスさんには番組オリジナルステッカーをプレゼントしちゃいます。いや、桜餅ってもうすぐゴールデンウィークですね。ねえ、でもどうしたの急に。なんかさっきイムさんがね、今日は巻き巻きでって言ってたからね。ああ、そういえばそんなこと言ってたね。でもももちゃんはお花見とか行った？なんか地元にある、なんかめっちゃ好きな桜の道みたいなのがあるんですけど、今年で伐採されるらしくて、それが最後になんかちょっと枯れかけだったんですけど、見に行きました。あ、素敵素敵。やっぱなんか好きな場所だなと思って。ゆりさん行きました？あ、私もなんかあの宴会みたいなことはしてないんですけどなんかあの結構近くの公園とかですごい桜が綺麗なところがあって、ちょっとお散歩がてらテクテク行ってきて、なんか桜並木を歩いたりとか、桜見てお茶飲んだりとかしたりして、ちょっとなんかあの桜を楽しむことができたかなって感じがします。いいっすね。ね。では今夜も行ってみましょう。はい。ゆりとももかのことの葉の音。改めまして、こんばんは。埼玉県出身、シンガーソングライター、小川音香です。よろしくお願いします。はい、改めまして、こんばんは。愛知県は車の名産地、手歌出身の歌うたいシンガーの高根ゆりです。よろしくお願いします。そして、私たち2人をサポートしてくれるこの人。あ、こんばんは。今夜は徘徊していません、風の旅団団長のゆうたですはい、ももちゃん、今回のテーマは？はい、今回のテーマはゴールデンウィークどうするです。そしてこのテーマにちなみまして、ゴールデンウィークにとっても皆様におすすめではないかなという、とても素敵なゲストをお招きしております。呼んじゃいますか？じゃあ呼んじゃいましょうか。はい、どうぞお越しください。今回のゲストは食品サンプル畑東松山教室で講師をされていらっしゃいます森尾先生にお越しいただきました。本日はようこそおいでいただきました。先生は食品サンプル制作の講師をされていらっしゃいますが、どのような講義をされていらっしゃるのかを含め、自己紹介をお願いいたします。はい、はじめまして、食品サンプル畑東松山教室の森尾と申します。よろしくお願いします。お願いします。普段講義というか、レッスンなんですけど、バンディ体験といって、こう1回来て1個作ってもらうみたいな、そういう体験もあるし、あとはこう基礎から本当に食品サンプルを作る作り方の基礎から順番にやっていくコースの基礎講座っていうのもあったりして、そういったものをあのレッスンとしてやっています。で、あとは彩の国マルシェとか、そういったところであのマルシェ出展してワークショップということで、小さいお子様から大人の方までいろんな方にあの簡単にやってもらえるようなワークショップをやったりして、そんな活動を中心にやっています。よろしくお願いします。お願いします。今回はなんと私たちも食品サンプル作りに挑戦させていただくんですが、私やももちゃんみたいなの初心者初体験の人でも大丈夫なんでしょうか？大丈夫です心配いりませんなんかちょっと緊張してますよね。今回は私がですね、お寿司の軍艦巻きを、ももちゃんが、フォールピザクロックに挑戦します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃ緊張する。じゃあまず行ってみましょう。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあね、まず
どうしようかな。ね、作るのね、こんなの作るんです。わー、はい、わーい。ピザ。めっちゃ美味しそう。食べてる。あ、え、お寿司すごっ。美味しそう。これやばい、これ。これやばいね。これ作っていくんですけど、ピザはね、この生地の部分を、この大きな、この型で。で、軍艦は、この中のね、シャリを、このね、かわいい、こんな形の型で作っていくんで、はい、ちょっとこれをね、はい、今からこの液体使って作っていくので、順番にやってもらいたいと思います。はい。はい、じゃあ、ちょっとまず手袋してもらって、はい、そう、ね、熱くなるんですよ。混ぜ合わせると。めちゃくちゃ熱くなるんです。なので、やけどしないでください。はい。じゃあ、まず、ピザから。はい。はい、で、こぼさないように、うわ、いけるかな、臭いから気をつけてくださいね。やだやだこれをこれを 100g 100.0 10で止めてびっくりする人 100.0 で、うん、いや、やりそう。いや、あの、入りすぎちゃったら戻せばいいから、そんな緊張しなくて大丈夫です、うんうん、やりにくい立った方がいいかもしれない、見にくいから。うん、うん、いただきます。よし、うん、何の笑いだろう静かに見守らない。ゆりちゃんの方が目が緊張してるもうちょい。あ、オッケーオッケー。大丈夫。オッケー。ほぼ100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 。大丈夫。なので大丈夫。ちょっと余るかもしれないから、うん、大丈夫です。よいしょ。そしたら、これね、これ固まると真っ白系になっちゃう樹脂。これ樹脂なんです、合成樹脂ね。真っ白系になっちゃうので、ちょっと色つけます。今顔料があるので、これで、ね、色つけてあげるとクリーム色っぽくなるので、うん、クリーム色になる。そう、黄色いけど固まるとね、クリーム色。ちょっとよく混ぜてください。うん。それで気をつけてくださいね。もうくっついちゃったら取れないから。やばい。やばい。どうしよう。絶対くっつけるな。うん。なんかお袖まくります？シャーって頑張ります。うん。色がついたらね、OK。じゃあこれ、棒もらっちゃいます。はい、大丈夫です？今のうちに、お袖クリクリしてもらって。は絶対それ落ちてくるやつね。輪ゴムかな？輪ゴムかな？輪ゴム、輪ゴムしますか？輪ゴムなんてあるかな？大丈夫です？もう大丈夫です。後ろで押さえておきます。すいません。いいえ。したらこれもね、100g。 それ押さえとこう。姫様やばい。買いたいで。他のより勢いがいいね。あ、大丈夫。あ、でもちょうど合わせたら。あ、そう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 、合わせたらいいよ。合わせてちょうどいい。今回100点5g でした。あ、まあまあ、ビビタル狭くて大丈夫です。ティッシュ感じた。はい、はい、そしたら今ね、2つ液体が測れたので、これとで、こっちの透明な液体をこっちに全部入れちゃってください。もう入れていいんです、ね、入れていいです、うん、やべ、輪ゴム来た。あ、輪ゴム来た。輪ゴム下げります。危ないから、ちょっと混ぜちゃう前に。熱くなっちゃうらしいからね。そうそうそう、お筆、衣装くっついたらもうおしまいなんで、ガビガビになっちゃって。こもりされてるみたいな。えいっ、うん、あ、いいじゃん。あ、いい感じ。いいじゃん。なんか、手に血の色がなくなったら、
だから長崎になってきてうっけつな。まあきっといい血が取れるよ。そっち。そう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 。よし。はい、オッケー。おいいっすね。おいいよ。よっしゃ。やっちゃうか。入れて、うん、入れちゃいますよ。いいですよ。ジャボっと入れちゃって。うん。そうそうそう。そしたらね、これでいろんな方向からよく混ぜてください。コップを押さえてね。なんかオレンジジュースみたいだね、今のところ。ダメですよ、飲んだ。あ、やばいやばい、気をつけます。こっち回すと、こっち回すとか、あと縦とか横とかに。跳ねたらダメだからね。こっちちょっと跳ねない。まだ熱くないぞ。ちょっとね、暖かくなってくると思う。よく混ぜててください。いろんな方向からくるくるくる。うん。どうです？わかる？ちょっと液体、暖かいかな。あ、ちょっと。若干？うん、うん、うん。混ぜてみる。気回せば大丈夫。うん。よいしょ、OK。あ、OK、OK、OK。ほのかにあったかい。このぐらいいいです。うん。そしたら、これをここに、ちょっと流すんですか？注いじゃってください。で、ビャーンっていっちゃうんですか？うん、ビャーンって、うん、あの、跳ねない程度にね。うん。そっと。うん。そうそうそう。あ、ジョバーンと入れちゃっていいですよ。そうそうそう。で、またね、そう、硬化すると色が変わってくるから、ね、ちょっと溢れるのに気をつけてね。うん。うわお、お、まっきりじゃん。すごーい、絶対うまいじゃん。おで、これ今ちょっと待ってるともわーって固まってくるんで、へ、色が一気に変わるんで、またクリーム色になるからちょっと見てみてください。うわ、なんかこぼれそう。危ないね。よいしょ、よっ、微調整、微調整すごい。うん、でもガタガタとかハクションとかしなければ多分そのまま固まるから大丈夫です。そうそうそう、しばらく待ってるとそれがね、もわっと一気に色が変わって白くなってきます。うーん、今真っ黄色だけどクリーム色になっちゃって、パイナップルみたいなやつ。確かにちょっと美味しそう。うん、美味しそう。飲んじゃあかんけど。発熱しよう。そう、ちょっと、ね、固まったら、触ってみてもらうと表面が、あ、出てきた、出てきた、来た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 、すごい、おー、なんかすごいね。そう、一気に固まってきます。早固まるの。うん、これ面白いですよね。すごい、うん、ブルンブルン、まだブルンブルン、でもそのカチンカチンになる。すごーすごい。お家を混ぜ切るのかって作るかな、これ。あー、まんまでも裏側だから、あ、これ裏だからひっくり返したこっち側作るから、直撃込む、たまにある、大丈夫。上出来、上出来、きれいきれい、いいですよ、うん、ね、もうちょっと固まってきたらちょっと表面触ってみるとすっごい熱いのかな。いや、そうなんだ、うん、すごい、ね、あっという間に白くなっちゃうね。そうなんですよ、楽しいですよね。うん、理科の実験みたいな。そうそうそう、確かに。ちょっと臭いけどね。匂い大丈夫です？はい、今のところ。今のところ大丈夫。マッキーみたいな。そう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 、ちょっとシンナーみたいなね。後半だな、くるって。うん。ちょっと柔らかいけど。もう触れます。触れるんだもん。もう触れます。ちょっと触ってみてください。あ、熱い。そう。結構熱いんですよ。うん。うん。コップより全然熱い。そう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 。はい。でもね、いい感じにちゃんと固まってきてるんで、これもうちょっと置いて、しっかり硬化させたらペロッと剥がすので、ちょっとこのまま置いておきましょう。はい。はい。じゃあその間に、ドンタンのシャリを。はい。シャリを。シャリを作りますよ。はい。で、シャリは、ご飯は白いので、はい、うん、これ混ぜて固まったら白なので、はい、これはあの顔料入れません。そのまんま。はい。はい、今度こっちはこのこっちの液体を 30g。はい。気をつけて。あ、ごめん、マグネットが今グンって。恐る恐る。恐る恐る。一気にドバーっていっちゃったらね。一気に終わっていったら戻せばいいから大丈
性格出るな、ここここマジ性格出る。すごい慎重ちょっと待って、痛い OK です。痛いどうですか。30、あーぴったり、ちょうど30。素晴らしい、イエーイちょっと本当にぴったりだ。ぴったり、素晴らしい。でも私も合わせたらぴったりです。合わせたらぴったりだな、うん、ちゃんと計算されてる。やっぱりマジック今度こっち、はい、今度もう一個できたね。これもじゃあ30で、はい、お願いします。全然一緒の液体に見えちゃうんだけど、うん、人が測ってるとかって笑っちゃいましたね。30.5 です。あ、まあ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 大丈夫です、うん、そんなに大きく違わなければ大丈夫です。あったかい、そう、まだ熱々、ね、今熱くて剥がせない、うん、もうちょっと段を取っててください、そこで、うん、はい、でもいいんで、一個に合わせちゃって、はい、はい、混ぜる、混ぜる、はい、よいしょ、混ぜちゃってください。はい、はい、じゃあコップを押さえて、いろんな方向からよく混ぜてください。でもなんか、そんな白くなってる、うん、まだ全然、うん、うん、そう、右だったり左だったりいろんな方向から混ぜてちゃんとなってホカホカしてくれて、ホカホカしてきたらここに入れちゃってください。どうかな、まだ温かくなりました。まだですね、うん、暖かくなってきました。あ、本当だ、いいと思います。はい、はい、じゃあ混ぜちゃいます、はい、ちょっとね、さっきのくちばしみたいにしてあげて、ここにね3等分、うん、溢れない程度に、もし溢れそうだったら止めてください。多分、ね、入ると思う、上から見るとね、量が分かんないんですよね。そうそう、あ、いいと思います。うん、OK、OK、OK、はい、はい、はい、うん、じゃあこれもちょっと混ぜると、はい、今度は真っ白になります。はい、うん、ちょっと見てください。ここに空気が1個入っちゃって大丈夫、でも大丈夫、マグネット貼っちゃうから、うん、ドキドキ、あー、早い早い早い、あ、本当だ、真っ白、早っ早っ、来ましたね。ねえ、なんか縮んだ、これ縮ん、こっちから見るとこれがちょっと少なかった。大丈夫、のり膜から見えないから、うん、全部大丈夫、全部大丈夫、何の問題もないです。早かった、白くなるね、あ、やばい、硬くなってきた、うん、もうカチカチだと、うん、うん、いいかな、もう溢れることはない。これも触ると同じように熱い、熱い、思ってるより熱いですよね。うん、すごい、結構熱々、熱いね、熱いです、はい、ね、まだちょっとね、これ取るとき熱くて危ないので、もう少し置いときましょう。はい、はい、ねこっちはもう多分ね完全にカチカチになってるから、これ外してみましょうか。
ベリベリベリって言ってるんですか、うん、ね、これね、外すとき、この境目のところ優しくベリベリってぐるぐるぐると取ってください。楽しそう、うん、なんかそのピリピリ剥がす感触が気持ちいいですね、うん、なんか家でやってたり、ね、あ、いけたんかな、うん、そしたらまただんだんにこうやって少しずつ剥がしていって、うん、またポロンって剥がれる。大丈夫。だんだんに剥がれてくるから、ちょっとずつ、ちょっとずつベリベリって剥がしていって。ベンってやったらダメなんですか？あ、大丈夫だけど、うん、もうちょっと剥がしてもいいかも。ベリベリベリ。剥がれにくいから、剥がしやすくなる。そうそうそう。取れた。入った。どうでしょう？テレーン。おお。すごい、なんかピザ窯に入れる前の上出来みたい。上出来、上出来。焼く前みたいなね。焼く前って感じがすごい。すごい、綺麗にできました。いやったー、ね、やったー。まずは大成功。綺麗にできました。ね。すごい。まだこれに熱いので。はい。そしたら、待ってる間に、これがね、今日の分ファンのお寿司のセットもね、全部入れてあるので。すごーい。中身出しましょうか。すごい。めちゃノリや。ノリ。ノリ。あ、すごい。めちゃノリ。めちゃめちゃノリ。めちゃノリしてる。ここでコーンと、うん、これ納豆。納豆やばいマジ。すごい引き割りです。引き割り。ね、ハサミでチクチク私が切ってきた。そうなんですね。お豆になってるやつ。すごい。はい、イクラちゃん。かわいい。イクラやばい。イクラちゃんめっちゃプチプチしてる感があります。卵、あ、やばい、かわいい、かわいいですよね、ほんのりしてます ね、 ね、で、これね、きゅうり、おお、きゅうりのまだ皮を剥いた感じです。そうそうそう、じゃあ、皮塗ってもらいますね。あ、これ、はい、ネギね、これ、ネギ、お米、てか、ネギもお米もすごいやばいんですけど、どうしましょう、ね、これだけでめっちゃかわいい。すごい、すごい。で、ちょっと待ってる間に、この、はい、きゅうりがちょっと丸裸なんで、はい、あの皮を塗ってもらおうかなと思うので。はい、わかりました。うわー、これ一番大事ですよ。はみ出たら大変なことになっちゃう。ちょっとこの緑だけだとちょっと気持ち悪いんで、はい、こんなんないじゃないですか、きゅうりの皮で、はい、なのでちょっと、ね、色を混ぜてあげて、うん、からし、からし色だね。そうそうそう。ちょっとね、これね、混ぜてもらうと、ちょっとこの辺でお好きな感じで混ぜてもらうと、はい、もうちょっと自然なね、きゅうりの皮みたいな色になるので、うん、こっちがね、あんまり多いとね、見切り品みたいな黄色っぽいきゅうりになっちゃうから。見切り品、そうそうそう。どのくらい？あ、いいかもしれない。うん。そしたらこの皮のこの周りのとこくるっと切ってあげてください。はい、私の不器用さはこれで。ちょっとはみ出ないように気をつけます。大丈夫。思った以上に伸びない感じだったからちょっとドキドキしてるんです。ちょっとお水足します？あ、ちょっと足します。はい。あんまりお水いっぱいつけちゃうとね、今度ね、べしょべしょになっちゃうから、はい、ありがとうございます。図工の時間です ね、 だね。食べちゃいそう。うん、美味しそう。皮だけでも美味しそう。歯が全滅するやつですね。カチカチ。塗るだけでめっちゃキュウリですよね。うん、すごい。でも綺麗に塗れる自信が全然なくなった。いやいや、全然ちゃんと塗れてますよ。はい、多分ね、あの もう一周後ろに回ってくる。こっち側は裏なんで、こっちにはみ出るのは全然はみ出ちゃってもいいんで。わかりました。うん、
つないんだよな。大丈夫でしょ。食いしん坊だったら美味しそうにできるから。あ、うん。できそう。うん。お家でピザを作る気持ちでやればいいかもしれない。お家でピザ作りませんピザトーストぐらいだそのぐらいだったらいいかもしれない欲張っちゃうかもいいと思いますまあ、でほら具いっぱい入ってんで、ね、すごいいっぱいトッピングしてうん。真剣になると黙っちゃいますうん、すごい。キュウリの皮で全集中してます。全集中。全集中して。細かいすごい作業だから。楽しいですよね。大丈夫。想定してるから。結構お子さんだとね、あのアイスとかね、うん、そういうので作ってるの見かけたんでこの間。ね。結構みんな真剣になっていや真剣になっちゃうそうですなっちゃうだってね美味しそうなの作りたいしじゃあこれピザのねちょっとこの焼き色をつけたいんでうわ一番大事なとこそうこの周りのこの耳のところをちょっとこんがり焼きたいのでやべーこれで、うん、色つけていくんですけど薄い色から順番につけていけばなんとなくいい感じに焼けていきなりこれはちょっとマクロ経験になっちゃうから、うん、焦げピザが良ければこっちから行ってもいいけど薄い方からちょっとこの辺混ぜ合わせて薄い色からこのぐらいの感じで作ってそしたらちょっと筆を拭いちゃってちょっとカサカサぐらいの感じにして、うん、これでねくる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 、ね塗っていくと周りですよねそうそうそう耳のところちょっとくる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 してあげると焼き色がついてくるんであすごいそう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 あいい感じうんまずそれでなんとなく全体に塗ってもらってやばい私センスあるかもいきなり自信がついてきたさすがさすが自信からかんね素晴らしいそうそう優しくくるくるするだけで色がついてくるのでそうそうそういいと横とかね、裏の方までちょっとあったりするか、うん、なんかしかもこれ汚れちゃうもしかしてテーブル大丈夫ですなんか敷きます一番大丈夫あ、どうぞどうぞ、うん、うまそうここ当たっちゃうあ、うん、すみませんよいしょ難しいです、キュウリまだ追中ですか、まあこれは初心者コースじゃないですきっといや真面目キュウリをすごい真面目に言ってるこれには届かないですよあ、すごい美味しそうえ、キュウリやばキュウリあ、キュウリこんな感じいや全然上手に塗れてますよ、大丈夫ですよ、はい、うまそうあ、いい感じ全体濡れてきたら、ちょっと今度こっちのこの辺とこの辺と足してあげて色をちょっと混ぜ混ぜとしてうん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 そうそうそう、ちょっと混ぜ混ぜとしてまあちょっとそうそうそう、濃い茶色作ってそう、そしたらこれ一回こうちょっとこう、拭いてあげてこれで、あんまり力入れないでちょっと焦がしたいところ、出っ張ってるところとかちょっと、なんとなくくるくるっとそう全部やったら全部くるくるっちゃうから焦げてるっぽいところ、ちょっと焼き、いっぱい焼けてそうなところ乗っけてってあげると、ムラが出てくると、そうそう、リアルに見えるから想像力ね、そうそうそう想像力乗せながら、まあ、ちょっと焼いてもいいかなと思ったら足して、ちょっとずつあちこちこ、そうそうそう、あ、いい感じ難しいそうそうそうセンスないかもいや、全然大丈夫ですよ美味しそうまだもっと焦がしてもいいから、うん、うん、いいですよ乗せながら、もうちょっと焦がしたいなと思ったらもうお好みでこの辺はで最後一番この辺の黒っぽいところこの辺の色をつけてあげるとうわそううまそうやがっつり焦げた感じが出るのでいやなんか違うな
まだまだ点灯してやってるよ。して絵の具つけたら、そうそうそう、一回しできないから、そう絵の具つけて、結構つけたら大丈夫。これでつけて、そしたらトントンって拭いて、カサカサになってればあんまりいっぱいつくことないから、うんうん、これでまたつけてみてください。多分大丈夫だと思います。あ、すごい、キュウリ夫人完成しました。完璧です。はい、じゃあちょっと置いといてもらって、はい、はい、私のキュウリができました。あ、すごい上手、美味しそう。美味しそうじゃないですか。めっちゃいいですよ。最高だ。なんかもう全部終わった感じです。え、まだまだこれから。本当だった。まだ入り口。めっちゃ美味しそう。美味しそう、いい焼き色。うん、いいっすよね。あ、いい、うん、私褒められて食べるタイプ。おひだ職人だね。そしたらこれ外してみましょうか、はいはい、これもこの境目の硬いとこと、このブルブルのところの境目に取って、ピッピッて取っていって、ブルッと取って、あれで取ったら下から、ね、押してあげるとね、ポロンと出てくるので、はい、やってみましょうか、はい、こんな感じです。で、はい、もうカチカチ。お、ピザ職人めちゃくちゃいいじゃないですか。あったか。もうどうしたらいいか分かんない。大丈夫。すごいよく焼けてきてるから、だんだん濃い焼き色をしてってあげると、どうですか。あ、できた。うわ、すごいすごいすごい。めっちゃめっちゃシャリ。シャリです。握っちゃいました。シャリ握っちゃいました。板前さん。まだ2つ一番濃いやつ乗っけてみて。うわあ、これが難しいんだよ。くるくるって。大丈夫。なんかやってるうちにね、もうちょっとこぼしたくなってきたりして。やばい。あ、いい感じ。いやいや、おー、うわすごい楽しいのが伝わってきた。やばい。この焦がしのセンスないと。いや、めっちゃセンスあります。大丈夫、大丈夫。美味しそう。うまそう。ね。焦がしたらいいの。いつもお好みでガンガン焦がしてください。そしてシャリが順調に出来上がっています。うん。ポンって取っちゃっていいですよ。剥がしちゃって大丈夫。うん。よいしょ。おお、できた。できました。すごい綺麗。これで。えい、上がり。握ってる。シャリつる。寿司職人。はい。じゃあね、次ね。はい。ここにこれ海苔で腹巻き巻いてほしいんです。こうやって。はい。腹巻き、そうそうそう。こんな感じでね。はい。ここにはボンド出すんで、こうやってギリギリのところしていったらいいですか。全然大丈夫。あの、ずれてても、まずこうやってここにボンド今いっぱい塗ってもらうんで、ボンド塗ったらここにこのとにかく真ん中に置いてもらって、両側をこうやって腹巻きくるくるって巻いてあげて、はい、止まったら立ててあげればグッと中に入るから。はい、わかりました。まっすぐになるから、はい、大丈夫です。で、なるべくしっかりボンドつけてください。あの、ボンドが薄いとね、パラってお洋服脱げちゃうんで。わかりました。すごい武器みたいでしょ。強そう。そう、無敵です。何でもくっつけちゃう。 そしたらこれで取ってもらって、はい、この上にやろうか。ベトベトになっちゃうかな、はい、でつけて結構たっぷりめで全体につけたら、うん、乗っけて、はい、巻いてあげてください。だから3つとも、はい、これ裏を持って気をつけて、この、はい、なんかギラギラしてる方が裏、こっち模様が綺麗な方を持って、これを持って、うん、でこっち汚いでしょ、うん、こっちの方、そっち、そうそうそう、はい、うん、お、ピザが焼けてる。やばい、やばい、おいしそう。こんなもんですか。どうですか。もっといきます。どうですか、職人。どうしたらいいんだろう。でもすごいおいしそう、いいと思います。 OK ですか。こっちの方がちょっと白いな、うん、もうちょっと塗ってもらってもいいんですよ。これで塗っていいんですか。いいですよ、うん。あ、いいじゃない。
もうなんか手つきが職人職人撫で回すようにピザ職人ピザ職人うまそうあ、めっちゃいい完成です。いや、まだまだ焼き色あのスピザが出来上がったから私の焼き色お、うわ一番重要ですよ。お、お、多分まだね乾いてなければね多分ね。あ、そう全然しばらくぬるぬるしてるんで。あ、すいません。そしたらこれね、時計のこの穴開けるとこ決めたいんで、こう合わせてもらって真ん中のところちょっと穴開いてるんでグリグリって下のこのね板のところに点がつくようにやってもらっていいですか？真ん中決めてもらって、うん、あ、と、そうそうそう、そこしっかり合わせてます。塩分をつけるかね。そう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 。あ、大体で大丈夫。ここだ。ここだ。行け。ついたかな。どうだ。あ、オッケーオッケー。うん、あ、大丈夫です。はい、お、一個上がり。一応リー、一応リー。と、こっちだな。こっちのテカテカしてる方に。あ、でね、これね、隙間が空いてると、こっからお米逃げちゃうから、そうそう。なるべくぴったりめにギュッと。はい。むずそう。はい、こんな感じで。はい、ありがとうございます。はい、大丈夫です。でもすごい綺麗についてる。じゃあ、ちょっと、穴っぽくを開けようかな。穴っぽくは。はい、今回前編はここで一旦終了となります。前編配信の4月23日以降の、森尾先生の予定などございましたらよろしければ教えてください。はい、そうですね、まず5月5日に、はい、5月5日、子供の日ですね。はい、羽生市にあるキアッセ羽生というところでハミングマルシェというマルシェを開催いたします。ここだいたい50店舗ぐらいの、クラフト、ワークショップ、キッチンカーなどね、たくさんの方がいらして楽しいマルシェになりますの で、 私の食品サンプル畑もワークショップで出店いたしますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、あと5月の25、26の2日間ピオニーウォーク東松山で食品サンプルのワークショップ、今回初出店となります。こちらの方、フローズンパフェと軍艦寿司のマグネットが作れるワークショップをやっております。事前予約を、ね、していただいた方にはこのちっちゃい、ね、かわいいおにぎりのマグネットのプレゼントしておりますので、よかったら皆さんぜひご予約の上いらしてください。お待ちしております。はい、もう時間少ないですけど、ゆりさんは何かありますか？告知。はい、ですね、あれです、今週の28日でね、4月の28日、おとけメディアミックス同時音楽即売会 M3 におきまして、なんと新譜を発売いたします。イエーイ、新譜が出ますよ。もう届いてるから出ちゃうんです。なのでぜひぜひお手に取っていただけたら嬉しいのと、あとそれに伴いまして5月11日にリコハ主催ライブを大塚にございますベルカムバックさんで開催いたします。午前中ですね、ぜひぜひそちらも来ていただけたらなと思いますのでお願いします。それ以外は公式 X そしてホームページの方でご確認いただけたらと思いますのでお願いします。おー、というわけで次はももちゃんお願いします。はい、私は明日4月の24日がライブになってます。お茶の水アルトネイルさんでライブします。あと5月は5月の9です。あと30です。ぜひ来てください。はい、ゲストの食品サンプル畑東松山教室の SNS 含め私たち2人の情報も概要欄に貼ってありますので、そちらでぜひご確認をお願いいたします。それでは次回後編ですね。次回の後編は5月28日の配信となっております。次回も琴の葉の音をよろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。ありがとう。また見てねー。